他の市中央一丁目にある九州旅客鉄道日報本線の駅である。島式ホーム一面二線の設備を有する地上駅。JR 九州サービスサポートが駅業務を受託する業務委託駅であり、切符売り場が設置されている。IC カード守護課は出入場とチャージのみ対応している。 当初は2018年3月17日に、牧駅西崎駅間に、駅遠隔案内システム、アンサーを導入した上で当駅を無人化する予定であったが、高城駅当駅間に関しては、アンサー導入は見送られた。JR 九州は、駅のバリアフリー工事の進展状況や、アンサー導入駅の利用状況を踏まえた上で、当駅にも、 アンサー導入を検討するとしている。2020年度の1日平均乗車辞任は1032人で、ある。大分市外への通勤券であり、また県立大分東高等学校の最寄り駅でも、あることから朝夕には、それなりの条項がある。駅の南側が本町となり、旧坂の市長役場を受け継いだ、大分市坂の市支所等がある。駅の北側は、 昭和50年頃まで松林とすすきに覆われた、湿原が広がり、その先には、白車聖章と歌われた日、吉原海水浴場があった。海岸は埋め立てられ、七号埋め立て地として造船所や、太陽光発電所が建設されたほか、駅付近は、土地区画整理事業により、住宅地が造成された。駅から南へ、 徒歩2分の国道197号沿いに大分バス坂の市バス停がある。駅名及び一般的な地名は坂の市だがバス停名のみ坂の市と記されている。ありがとうございます。